ふつきふつきとは、仏教を象徴する旗。六色ふつき、六金樹きき、仏教木とも呼ばれる。小部教典の、無限海道に、仏陀が力を働かせるとき、仏陀の体からを、赤、白、カバ及び、輝きの六色の光が放たれる、と書かれていることに由来するデザインである。裏本会の寺院で翻える、ふつき、北京四千八百八十五年に、 セイロンのコロンボ委員会でデザインされた。コロンボ委員会は、セイロン仏教会の指導者であるヒカデウン・ウェイスリー、スマングラ・セラシオ・ギー・チョートシ、ミゲッツ・ワッテグ・ナナンダ・セラ、ダン・キャロリス・ヒュービシー・ラナ、アンティ・アース・ペレラ・ダー・マグニワードナ、ウィリアム・デ・アブルー、チャールズ・エー・デ・シルバ、ピーター・デ・アブルー、H ・ウィリアム・フェルナンド、NS ・フェルナンド、 キャロリス・プギターグ・ナバーでなら仏教の指導者や仏教徒の実業家、事前活動家により構成されていた。1885年4月17日には、サラサビ・サンダレサが見にてこの旗が公式に発表され、同年5月28日のウェーサー化祭りの日に掲揚された。この日は、初めてイギリス統治下の正論でウェーサー化祭りが、公の祝日となった日でもあった。 新地学協会の創設者の一人で、正論仏教会にも貢献した、ヘンリー・スティール・オールコットは、当初の二月が長い上り状であったため一般的な、使用には不便と考え、一般的な国旗と同様のサイズ、比率に手直しすることを提案した。これが受け入れられ、1886年4月8日の、サラサビサンダレサガミに新しい旗が掲載され、同年のウェーサーか祭りで掲用された。 オルコット及びアナガリカダーマッパラは1889年に日本でこの旗を紹介し、さらにビルマでも紹介された。日本の古くからの五色旗、京都の西本願寺の付近の店先で撮影隊の仏教旗、ダルマチャクラギ。タイではこれを用いることが多い国際的には1950年5月25日に世界仏教ト連盟の第一回世界仏教徒会議において、 連盟の初代会長になった GP マラスケラによりこの旗を世界の仏教徒のシンボルとする提案がなされ、正式に国際仏器として採択された。日本国内では1954年に第2回日本仏教徒会議において採択される。旧来の色は緑、黄、赤、白、黒の五色で、現在でも旧来の五色を用いている寺院もある。寺院では、 紅葉等の行事の時に、三門や本堂入り口などに掲げ用いる。国際ふっつきは、左から青、木、赤、白、大そして一番右の列には五色を上から順番に並べた、縞模様となっており、それらの色にはそれぞれ意味が込められている。ありがとうございます。